そしたらこの白いカードは捨てなのでこっちの箱に。あ、もう使いたよ。私は置いといてね。そのままで大丈夫。はい。次、今度は桃井が親やから、はい、我々はカード新しい6枚取ってくる。はい。はい。桃井さん準備よろしいですか？大丈夫です。はい。すごいことになってるけど。大丈夫か？それ大丈夫なの？見えない。桃井さん、じゃあ用意スタートお願いします。はい、用意スタート。はい。僕は気づいていたよ。君は僕を求めるのさ。君を愛してる。結婚しよう。はい。入る。いきます、はい。例えるなら、僕は生きる意味って言ったよね。ダメかな。生まれ変わっても大切にするよ。結婚しよう。ほう。すごい。よく言葉が出てくるな。あの日見たエンジェルは僕の結ばれる君一生一緒だよ愛してる結婚しよう。あ、なんか情熱的だね。じゃあ麦ちゃんの。よかった。よかったよね。なんかエンジェルがちょっと冗談にならなかったもん。ならなかった。マジでエンジェルと思ってるっぽかった。そうか、なんか君は僕を求めるのさ。僕は気づいてたよ。君は僕を求めるのさ。いいね。ふーみたいな。なんか自分がどんな男かを一回こうそうですね、設定しちゃうっていうね。僕は気づいていたように三遊あたりが超自信家じゃん。そう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 、やばいやばいやばいな。 OK です。結構なんだよね。はい、用意スタートお願いします。はい、ピー。用意スタート用意スタートって言わねえか。あ、そうだった。用意スタート。ピー。なるほどな。体温を感じたいマン、結婚しよう。最後待って待って待って、美佐子に今手抜いたから大丈夫か。そう、まだいいよ。はい、いきます。笑いながら君は君のままでいいんだよ。一発ケアされちゃった僕にとって天使だろ、愛してる、結婚しよう。ほーほー、待て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 、なんか大きな、はいはい、うん。お母さんになったとしても僕は君を大切にするよ。笑顔のうちに君へのメッセージ、結婚しよう。強いな。強い。イエーイ。マジか、めっちゃいいよ。君の体温を感じた今。待って、何ですか。
なんか著しいね。めちゃくちゃいいじゃん。なん最後の渾身だったよ。いやそれマジ最高でした。これわざわざこれに魔を助けてた。わざわざ魔って何と思って、マンサラリーマンとかのマンって思って、いや普通のマン、でも普通のサラリーとか出てこないし絶対。感じたいマン、何を感じたい、終わっていいところを感じたいマン、マンちょいよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ面白い、めちゃいいんだけど、めちゃめちゃ面白い、感じたいマン、すごくない、そんなじゃそんなカードありますか。そう、マンって何、今スーパーマン、スーパーマンってことか。はい、じゃあ行きます、よーいスタート。私と結婚したくば、うん、金を持ってこい。金かー金だったかー。ないな、受けたまります。はい、いきます。僕にそっと触れてごらん、溺れるより半端ない、愛してるのサイン、結婚しよう。めっちゃいいな。何すごい、わしづかみなんだよ、マジで。すごいんだよ、わしづかみなんだよな。他が霞む可能性ひどい。もう霞んでますよ、もう。そう、もう早くない。じゃあもう一度、もうちょっと待って、カードの枚数がもう真っ白。すごいシンプルだね、シンプル。どう、君のためなら死ねる、君なしでは考えられない、結婚しよう。あ、でもシンプルだな、いいな、いいカードだったよね。はい、はい、美しい君を心から愛するしかできない僕はあったかいだろう。君に夢中さ、結婚しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいなぁ、私本当にもうカードがわけわかんなすぎて、最後僕は赤ちゃんですけど、僕は赤ちゃんは兄、意味わかんない、感じたい人だから、僕は赤ちゃんって言おうかと思ったんだけど、ちょっとシンプルにまとめすぎた。いや、なんかもうこれ使いたかったんだよ。何ですか、あったかいだろう、使いたかったんだよ。最後のが一番、私も一番好きで、半端ない、面白い、半端ないをよく入れたね。溺れるより半端ないわ。ちょっとあの下手さ、TM レボリューションとか歌いそう。歌いそう。よかった。面白い、優勝でした。いやもう、圧勝ですよ。圧勝だ、センスあるな。これ面白いですね。面白い、そりゃやるわ、みんな、ね、それ楽しいね。それ楽しい、なんかもうちょっとうまくできるみたいな。最近拡張が出て、カードが増えたんですよ。そう、カード増えたら確かに、そう、また楽しい。これ袋、ああ、いい時間、あ、いいじゃん、ちょうどいいじゃん、素晴らしい、やっぱすごいな、この計算がね。よし、じゃあ車に乗ります。はい、行きます。はい、よし、よ、運転するぞ、いい、イエイ。では出発します。普通に高速でちょっと20分っていうか30分ぐらいかかっちゃう可能性がありそう。全然いいよ、すげえ新鮮だわ、桃井が横に。そうですね、うん、しかも見られない場所で、おやった、そうな、はい、そうだよな、このような人工庁なんてなかなか、まあ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 、いやついにこの日が来ましたね。ついに台湾だ、台湾だよ。台湾行ったことあるの？
ないですよね。ないな。外国はグアムだけです。あ、グアムね。台湾、台湾台湾、台湾、台湾の舞です。台湾の舞、はい、映ってねえんだよ。あ、チラチラって白いマスクが。あー、楽しみだ。楽しみですね。ね、どうなんだろう、台湾か。台湾、台湾のイメージどう思う？台湾のイメージ、うん、すごいざっくりですけど、うん、ご飯が美味しいとか食べ物が美味しいイメージがなんとなくあります、うんうん、特にスイーツ、スイーツ最近台湾から来てるスイーツ多くないんですか？例えばタピオカとか、タピオカな、タピオカもだし、うん、あのなんかマンゴーかき氷、マンゴーかき氷な、そうそう、あれとかも食べてみたいですね。なかなか、なんか日本だと、うん、食べる機会なくはないけど、うん、そうな、あのあれアイスモンスターとかめっちゃ並ぶらしいじゃん。並ぶし、なんかファミレスとかでも結構流行ったじゃないですか。あったあった。でもやっぱファミレスで食べるとちょっと違うかなみたいな。おやつはそんな、あれも台湾に行ったら食べなきゃ、気持ちよくなるから、楽しみに食べれたら食べる。あれが出てくる劇が、あ、そうなんだ。後ろの後ろが何か、後ろは多分キープヤングするために何か教えてるから。アイスモンスターとは、アイスモンスター、アイスモンスターはその台湾発のかき氷ですね、はい、今マギーが教えてくれます、うん、あ、本当。キープヤングできた？キープヤング1ポイントゲット。ほんま、やったじゃん。いや、スノーボー行った時にね、まだキープヤングって帽子をかぶってると、ね、やばいよな。いや、本人も思ってなかったからね。本当に買った本人だ。もう永遠にいじられますよ、この番組で。キープヤング、キープヤング、センスあるな。キープヤング、キープヤング、ゴシック体だった。人情でやるでしょ。ゴシック体だ。ピンクと白星のゴシックだった。そうですね、ポイント高いな。高いな、いいね。キープヤング、麦は、麦は台湾行ったことないの？私ない、海外が初です。あ、そっか、初じゃん。初です、パスポート使うのが初です。マジか、奪ったな、マジ。やったわ。言い方ですよ。やったわ。確かに、ただの言い方最高だな。